皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も狼絶景版遊んでいきましょう。さあ前回ですね、母音ネを追って、でこの暗黒寺に戻ってきたところで、どうもこっちに行ったっぽい。この井戸か、これどこに行く、どうつながっている、入ってみよう。はい、さあどこでしょう。地下水路、多分これ町かな、町に繋がっている。地図には載ってない。とここは宝物庫で巻北の大地と真珠琴紐もらって、とここにこれも牛の角飾り。さあこんなもんかな。この待ってね、このドラはゴインってなる。あ、なりますね。弦が細かい。で、こっち。あれ？ここは卑弥呼の神殿じゃねえか。どうして暗黒寺からこんなところに通じる横を流るんだ。脱出用の通路か、非常用の。と、ここに。ん？これ待ってね。こっかな。よし。さあ、みかんとクローバー。で、暗黒寺の和尚ってのはどこに行ったの？一回も出てきてない。いるんかな？どっかに。よし。さあ、登って。で、からの卑弥呼。会いに行く。なんだ、乗されている。卑弥呼様。卑弥呼様。おい、姉ちゃん、どうしたんだ。気を失っちまった。誰にやられた、それを先に言いなさい。行ってみよう。さあ、再び溶岩プール。でもこの西安橋編、これも結構長いね。二部構成ですかね。上木村と、あと西安橋。ただもう一つぐらいなんかステージありそう。さあ、この奥。なんだ。ああ、卑弥呼さん。なんだ、なんだよこりゃ。卑弥呼ね、卑弥呼ね、卑弥呼ねが死んじまってる。お、恐ろしや。つづらを、身の丈十丈ほどもある化け物が現れて、戦慄水晶の結界を破って卑弥呼様をあのようなお姿に。母音ね、化け物ってさっき暗黒寺でボインネに襲いかかってた、あのでかい怪物のことか。我は恐ろしい。都の民を苦しみから救うため大戦と立ち向かっていた御敵妖魔、その修行があのように強大な魔物だったとは。あれほどの妖魔、いかに上がろうとも人間の力では脆弱な人間の力ではかなうはずもない。くそ、卑弥呼ね、戦慄水晶の結界があれば大丈夫だって言ってたのに、なんでこんなことになっちまったんだ。あの子、どっちを向いてやがんだい。卑弥呼ねが死んじまってお前悲しくないのかよ。アマテラス殿、これは一体どうしたことか。アマコ、お前何やってんだ。もしや妖魔の術にかかり正気を失ってしまったのでは。
何を？で、なんかこうお経的なものを読んでます。わにゃ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 。な、なんだおい。ボイネ、そう、その顔はなんだ。くくくくく。くがかがかか。まあ茶番馬に引っ張るのも興ざめだろう。アマテラス、やはりお前は食えぬやつだ。水流の餌にしてくれよと沖合の宝物船に誘い出すも、水流から逃げおしたばかりか、秘宝打ち出の小槌を手に入れ、都に仕掛けた毒の霧まで晴らしてしまいおった。そして我が城塞鬼ヶ島を攻め落とさんと探りを入れ、ついには竜宮まで出向いて水流さえ手なずけるとはな。ボインね。しかしその水流が海の木図と消えた今、我が城の結界は盤石。何より卑弥呼はこの通り屍となったわ。鬼ヶ島のあらゆる場所を知ることさえできまい。くくくく。それにしても、つづら男という二層になりすまして卑弥呼に近づいたが、こうもたやすく千里水晶の警戒を破る好機が巡ってこようとはな。あむこ、こいつ一体。すべては水流に奪われた我が獲物。よき狐くだが我が手に戻ったればこそだ。アマテラス、お前も愚か者よ。水流が乱心してまで抱え込んでいたこの容器をむざむざ手放し、この妖魔王に失われた妖力を呼び戻させてしまったのだからな。これが妖魔王。まさかこいつが妖魔の首領。妖魔王。この狐くだを手にした我の前には千里水晶の結界などガラス同然。慌てふためく卑弥呼の最後、貴様にも見せてやりたかったわ。ついでにこの水晶どももいただいておくか。またつまらぬ輩が我に立てつくことがないようにな。そしてアマテラス、お前ここで始末すれば我ら妖魔の天下がやってくるというわけだ。竜の王さんが見せてくれた竜玉の託戦は、この右爪野郎が本物のボインネを食い殺した過去の映像だったんだ。畜生、うまい具合に今まで容器を隠しやがったな。その上卑弥呼の山であんな風にしちまいやがって。でも鬼ヶ島の現れる位置なんか知る必要ねえ。今ここでてめえを鬼ヶ島へ帰れなくしてやるんだからな。さあ戦闘開始。これがその妖魔王。あ、強そう。何それ。あ、意外といける。偉大。さあ切って一戦。ただこのゲーム人がガチで死んだのって初めてじゃない。それね、ちょっと待ってね。さあここは時間をゆっくりにして引いてる。危ない。おし、時間ゆっくり系が多分効くな。さあゆっくりにして避けてからのこうです。でさらにゆっくりにする。これがねチートすぎる。
危ない。さあ上から来るんで再びゆっくりにして、で避けてからのため切り、よし。でここに一線いった。よし向こう、右つの野郎は虫抜きだ。このまま一気に畳みかけるぜ。ボロ地区証明、調子に乗るな。貴様ごときに使う力ではないが、妖魔王の本領ほんの少しだけ味わってみるか。ちこんな窮屈な部屋では満足に暴れることもできぬわ。部屋の狭さに救われたな田舎狼。だがもはや貴様らにはただ一つの希望さえ残されてはおらぬ。我は今より鬼ヶ島へ戻って龍馬軍の兵力を立て直し、じっくりとこの世を攻め滅ぼしにかかるとしよう。一応帰ることは教えてくれるんですね。住んでのところで妖魔を取り逃したアマテラス。本性を荒らした妖魔王の妖力はアマテラスさえひるませるほどじゃった。そしてアマテラスとイッスンの心には深い悲しみだけが残された。鬼ヶ島のあらゆる場所を探るため祈祷を続けていた城卑弥呼、その卑弥呼が妖魔王の手にかかり尊い命を散らしたのじゃ。水流、そして卑弥呼、鬼ヶ島へ渡るための導きがことごとく消え失せ、今やアマテラスたちにはただ一つの希望さえ残されておらんかった。そう諦めかけたその時じゃ、なんと妖魔王が吐き出して血だまりに転がる千里水晶に、死んだはずの女王卑弥呼の姿が浮かび上がったではないか。これは夢かと目を疑う一寸に卑弥呼は優しく語り始める。鬼ヶ島が現れる場所を探ることは波の力では到底成し得ない。だから炎が自ら魂となって千里水晶に乗り移り、妖魔王の妖力を利用するためその腹の中に飲み込まれたのだと。アマテラスは妖魔王に狐札を与えたのもそれを知ってのことじゃった。全ては卑弥呼の計り事だったのじゃ。そして卑弥呼の思惑通り千里水晶は驚くほどの力を蓄え、ついにその写しに御敵妖魔軍の城塞を暴き出した。日の入りとともにたちまちその場所を変える神出鬼没の鬼ヶ島。千里水晶が予言したその島の現れる場所とは、両島原の北西の海岸、展望岬の沖合じゃった。鬼ヶ島は次の日の入りが訪れるまでのたった一日だけその展望岬に現れる。それがアマテラスたちに残された最後の望みじゃった。それを打ち終えた途端、千里水晶に映る卑弥呼の姿を深い亀裂が引き裂いた。今日
強大な妖力で妖魔の城塞を奪えた代償に、戦慄水晶はその寿命を使い果たしたのじゃ。そして卑弥呼の魂もまた戦慄水晶と共に果てる運命にあった。戦慄水晶はまばゆい光を発して砕け散り、卑弥呼の魂はその光の吹雪に包まれながら静かに天へと登っていった。アマテラスたちの行く道に幸多からんことを祈りながら、さあこれでボス戦クリア。アムコ、鬼ヶ島慶一も日の入りまでもう時間がねえ。卑弥呼姉が命をかけて教えてくれた作戦、絶対に無駄にするわけにはいかないぜ。鬼ヶ島の結界を破れようが破れまいが構うもんかい。展望岬を目指して突っ走れ甘子。さあここから展望岬、そこに向かっていく。ダッシュか。あのつづらおさんは、つづらおさんは特になんかコメントないの？彼女が死んだことに対して。てか本当に死んだかな、行ってみよう。一応食われたっていう話なんだけど、にわかに信じられない。マジで？さあもうちょい。展望岬。そっちか、そこね。まずそこ行って、あの猫ちゃんスキル。壁登り。おし。で、この奥。どうかな？あそこありますね、鬼ヶ島。あれか。さあ今回到達できるのか、行ってみよう。お、アマテラス殿。よう、若め姉ちゃんじゃねえか、乙姫。よくこの場所が分かったな。卑弥呼殿が今に残した底知れぬ無念の情、遥か竜宮にも届きました。ご覧あれ、今まさに海の彼方へと沈みゆく太陽を。日の入りとともに鬼ヶ島は再びどっかへその場所を移すでしょう。今を逃せばこの次いつどこに鬼ヶ島が現れるか、それを知る術はありませぬ。そりゃそうだけど、若め姉ちゃんよ。島の位置は突き止めても、あの結界を破るのは。あやつ水流は死んじまって今、どうすればいいんだ。イスン殿、水流様は操るものではありませぬ。全力を込めて流玉に祈りを捧げ、この身にその力を借りるのです。アマテラス殿、竜神族のオサタルコの乙姫、今より竜神に転じ、有名を隔つ壁を破りて、ここに天にかける神教となりましょう。さあアマテラス殿、我が命尽きぬうちにここをお渡りくだされ。よ、よっしゃ。若め姉ちゃん、すぐ戻るから辛抱していてくれよ。
アマコ、残念ながらダチのきびだんごはねえが、一匹狼の鬼退治としゃれ込もうじゃねえか。さあ橋になってくれた。これ大丈夫かな。帰ってくるまで持ちこたえられるか。向かっていこう。さあ次に突入、鬼ヶ島。ただだいぶでかいぞ。面積どんぐらい。アマコ、一つ言っておくが、今回はどっかで卑弥呼が見てるかもしれないんだ。腹減っただの、催しただの、わがまま言って引き返すのはなしって約束しな。なるほど、多分帰れない。行きましょう。よし、その言葉忘れるんじゃないぜ。さあ次に上陸、鬼ヶ島。そこなんだろう、展望台かな。あーこれ待ってね。あ、そうか。おっと、早速物騒どもがお出迎えときたぜ。勢いよく煮えたぎってやがるか。まあ溶岩の座、今のお前には水と大して変わらねえだろう。ジャブジャブ泳いで水気でもピューってな問題。さあここでビャーっとやって、よし。これ他の妖怪どうやって出入りしてんの。あっ落っこちる、申し訳ない。さあ泳いで、これラストダンジョンかな、違うんかな。よいしょ。で親切に中間セーブ、ありがたい、設置してくれている。鬼ヶ島、さてさて、まず溶岩ダイブ。熱くないけども息はできない。そっち名もなし。まずこれか、左右どっちか、どっちに。そうね、左かな、なんとなく。あ、多分これこっちしか行けないわ。息は持たない。もうちょいもうちょいもうちょい、あー大丈夫？おし、はい上陸。で次こっち、結構地味なんだけども渡っていくしかないだよね。こっちしか行けませんね。さあここで再び溶岩柱、これ作ってよしと。さあようやくこのなんていうの、外周というか外の部分、正門いけるか。あとねこれ一線錦で切れるっぽい、この岩ね。ただ持ってません。入れてもらおうか。さあここで赤鬼青鬼どう倒す。まあゆっくりが安定なんだよね。あ待ってね、ゆっくりゆっくりでしょう。よし、さあゆっくりさせて裏取りして、よし、危ない。あさあ再びゆっくりゆっくりさせて、よし多分いった。ゆっくりゲーですね。これ封印しようかな。で待ってね、ガテン。さあお尻にガテンをひたすら打って、これどんぐらいいけんの。よし、さあここで再びお尻にガテン打って連打する。そんな強くはない。さあこっち来て、よしでからの再びゆっくりして、よしお尻を切っていく。 OK で最後に切っていく。さあ死にました、よしよし。
はい、紙。お金大体20万手前。これ門番かな？あ、ですね。入っていいんだ。鬼ヶ島。島をくり抜いて中に城を建てれた。随分水郷な趣向だが。どうせ成り上がりの三下妖怪が構えた猿山台。俺たちがてっぺんまで登り詰めて、のぼせ上がった逃げつにやろう。引きずり下ろしてやろうじゃねえか。さあ行ってみよう。早速仕掛けと西武屋さんと商人、天の尺商人。いや、お前どっから入ってきただけや。まさかこの鬼ヶ島を攻め落としに来たんじゃ。そしてならオラも一歩も引かないだけや。男と男の真剣勝負、きっちり商売で型をつけるだけや。一応買い物しよう。さあまず骨董品売って、ちゃんと商売をしてくれる。買い物は大丈夫かな。特に必要なものは売ってない。よし、さあ一旦セーブして、で先行こう。よしと。さあこっち、こっち行けません。またあれか、浜屋と何かの鍵穴。これなんだ、なんでこの台座は。からくり仕掛けの台座みたいだけど、穴がぽっかり開いてな。この穴見たところ鍵穴みたいなぜ。だよね。さあまずこっち、こっち一択と。これなんだ、ピシャリと扉が閉じられてな。この扉、随分変わった紋所が書いてあるぜ。一体どうやったら開くんだい。多分これかな。なんかの鍵になってる。で、こっちも行けません。つまりこっちか。そこに浜屋。と思ったら、こいつらか。車輪の方。これもゆっくりさせて。ん、かまいたち。待ってね、ズバッと切って、よし。で、再びゆっくり。よし。さあ、まず一匹。次、こいつ。待ってね、再びゆっくりして。ゆっくりゲームになりすぎてしまうとちょっとあれだよね。ただ、この子ら素早いんだよ。待って、切れてない。切れてない。なぜ？一線がなんか化けてる。なんだこれ。変な技食らう。連携技。さあ一線どう？よし。これやっぱゆっくりかな、こいつ。さあゆっくりして。おし。ですね。リーさん当てて、オッケー。ちょっと手こずった。さて、で、浜屋をゲット。これ何？なんだこれ。床か。危ない。なんか金かチーズかと思った。さあ、これ加えて、一旦これ放置かな。で、こっちか。さあ、何が待つ。で、ここ木造建築なんですね。これ火を放てばよくない？多分全焼させられるよ。よし。さあ、骨董品略奪して、で、下か。でもこういう一定周期で消滅と出現を繰り返す島、これもロマンですね。自分の好きな漫画のスプリガンであったと。これは立て札。この先拷問迷路。拷問迷路で遊ぶ者は次の事項に留意すべし。一つ、足元の仕掛けを踏むと封印のお札が進み始める。封印のお札。
そのお札に封じられる前に出口の門を駆け抜けるべし。一つ四角で頭突きを繰り出した後、そのまま左スティックを入力し続けるとダッシュができる。これ妖怪みんなそうな。これを駆使し、より早く出口の門を目指すべし。一つ、拷問メラは鬼ヶ島のみんなが楽しむものなので汚さないよう丁寧に扱うべし。で、妖怪どもの言葉で書いたらぜ。意外と優しいね、管理人さん。で、これか、お札っていうの。早飛び丸、うん？ちょっとちょっと、そこの旦那、あんた一体何者ですかい？なんだ、お札が喋ってるぜ。旦那、やめてくださいよ。お札なんて素っ気な呼び方は。足には早飛び丸って名前があるんですぜ。妖魔、早飛び丸。早飛びだか高飛びだか知らねえが、ペラペラ妖怪が何の用だい。あっしはこの鬼ヶ島で門番の役目を仰せつかってて、早い話が怪しい奴は通さねえってことにしてんでさ。で、旦那みたいな豪人は見たことがねえんだが、あんた一体誰ですかい。このケムクジャルかい。こいつはそうさな、人呼んで一目散の尼子。つまりこの城のてっぺんに向かって大急ぎってわけだい。無駄口叩いてる暇ねえから先行かせてもらうぜ。旦那、悪いがそうはいかねえんですよ。言ったでしょ、足はこの鬼ヶ島の門番だって。ただしも固いことを言うつもりはねえ。旦那、あんた一目散の甘子って言いやしたね。足も競争には少しばかり自信がありやしてね。どうです、ちょいと足と競争してみませんか。何、向こうに見える出口の門にどっちが早く着くか簡単な勝負でさ。明日の競争の仕方はその辺の看板に書いてある通り。さあ、足もこれ以上無駄口を叩くつもりはねえ。あと熱い勝負で語り合いやしょうや。やろうか。スイッチどれかな。多分これかな。これ、さあ踏みました。あ、ちょん、仕切り直し。あ、だよね、今のは事故で。待ってね、頭突きの後でダッシュ。あ、こうか、なるほど。となったら多分このダッシュしながら踏んでいく。初動、よし。で、先がわからん。あ、こうなってんのか。で、次。あ、今で終わり。旦那、そこそこやるじゃねえですかい。でも今のはちょっとした練習みたいなもんでさ。こっからが本当の勝負なんですが。旦那、あんた、針で串刺しとか大丈夫な方ですかい。足を滑らせたら針のむしろに真っ逆さまの針弓の間なんて平気ですかい。な、何を。そんなもん平気なやつがいるかい。まあ何があったところで今更音を上げねえでくだせえよ。久しぶりの客人で足も気合い入ってんですからね。まあ、やるしかあるまい。一応待ってね、ルートを確認。これどこに行くの、どっち側。あ、そっちか、そこね。そうね、ここ乗ってこっち乗ってそっち乗ってそっちかな。行ってみよう。さあ乗った。おっ、でもこいつ速くない。よし、あ、こっから若干遅くなる。いいよ。はい、雑魚、簡単です。次で、お金もらって傘のお金がもらえるシステムで、さらにお宝もらって、さあ水晶ゲット。でこの上まだあるんでしょう。
まだまだなんでしょう。どうかな。で、次。さあ、猫ちゃん。これ、ピャーってやって。待ってね、この、こうか。足場が、ん?足場が降りてきたように見えたんだけど、違うんか。こっちか。なるほど。これ待ってる、すげえ見にくい。こっちでしょ多分。そう、そこね。はい。こっちじゃない?どう?よし。さあ、乗っかりました。で、そっち行ける。こっちは?こっちも行ける?いや、こっちは逆に行けない。奥か。そっちね。いいね。なんか遊園地みたい。これ行きたくない?普通に。鬼ヶ島。だな、ちょいと息が上がっちゃいやせんか。無理して命を落としちゃ何もなりやせんぜ。次の段々の丘はそんなに危なかねえですが。行きやすかい?そんなに危なくない。行ってみよう。さあ、ダッシュして、下。次、こっち。からの、こっち。どう?これも楽勝じゃない?終わった。もうちょい、もうちょいむずいの来ていいよ。さあ、次。だな、今のうちに言っときやすが。この先、まだまだ、阿鼻叫喚の拷問迷路が続きやす。この辺で帰った方がいいんじゃねえですかい。帰れねえんだよ。へへ、シャッチョコバルんじゃねえや、神っぺら。ペラペラ喋ってねえで、さっさと次の勝負だい。そう来なくっちゃ。次のノコギリ廊下、これであっしも本気の勝負ができるってもんでさ。さあ、ノコギリ廊下、これもジャンプして、はい。若干早いな。待って、これ結構あいつ早いぞ。おい。マジか。これ初負け。やっちまった。これ、若干早いな。さあ、なるべく減速せずに曲がっていく。はい。よし。さあ、人間を学習するんじゃ。オッケー。さあ、これで爆走をして、オッケーです。さあ、再び、お宝。これ何?で、まだ続く。なんでしょうね。で、刺激セット。よし。これ切っていける?切れるけども縮こまる。そんだけ。とね、ここに壺ね、これ一応破壊して、何も出てこない。行こうか。さあ、4戦目だな。なかなかいい走りをするじゃねえですかい。一目散ナマコって名前は伊達じゃねえや。早飛び丸の名にかけて、これ以上足も負けるわけにはいかねえ。さあ、極輪廊下、張り切っていきましょうか。さあ、4戦目、極輪廊下。ダッシュ。あ、大丈夫?よし。さあ、次。ここ、危ない。そこからの、そっち。今のは、これずるいよ、これ。今すごい感じだったのに、最後の底ね。なんだあれ。さあ、リベンジ行きましょう。さあ、まずダッシュで、よし。スタートダッシュを決めて、で、まず第一の関門そこね。よし。次。で、ここな問題ね。よし、いける。OK です。意外と簡単。さあ、これ何戦目 ?4 戦目 ?5 戦目だっけ?まだ続くんか。これはたまげた。まだ足に食らいついてくれた驚きでさ。まだいけるよ。
おいおい、カミペラ、お前の名前、ハヤトビマネだったっけ？名前の割にあんまりのろますぎて、あくびがてら。それじゃ、お次は、ちょうど趣向を変えてみましょうか。旦那を舐めるわけじゃねえですか。次の金箔の間、足に勝つことができやすかい。金箔の間、なんだ、何が起こる？あ、こういうやつね。さあ、これは地蔵か。ゆっくりさせて、よし。さあ、ぶった切って、オッケー。で、次、こいつね。オッケー。よし。さあ、やりました。どう？お宝いいや。わかったわかった。神ね。はい。よし。さあ、突破して、これも楽勝。戦闘は逆に簡単。で、サンゴのかけら。これ取りました。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦こだわりにして。で、次回ですね。これ多分次の、あれがあるんでしょう？ですね。レーザーか。はい。ではね、次回ここに挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回オオカミでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。